作戦でアメリカ及び韓国と対戦しました。スタート手前から韓国、アメリカ、日本です。捨て身のスタートダッシュで日本がリードを奪います。日本はピッチ42、アメリカが43。日本は200メートルを過ぎてコンスタントピッチに落としました。しかしアメリカはピッチを落とさずに日本を捉えて抜き返そうとしています。慶応、早稲田、一橋、日大、中央、明治、各大学から選ばれた粒寄りの選手たちによる日本選抜クルーも一糸乱れぬブレードワークで捨て身のレースを挑んでいます。500メートルでは3分の2挺身の差がついて苦しいレースになりました。しかし日本は頑張ってピタリと食いついて離れません。アメリカはピッチ38で力強いストロークを引き続けます。アメリカの体全体のバックスピードの激しさ、特に5番7番に注目してください。掴んだ水を文字通り一気に引き切って見事です。日本も全力で健闘しています。体の動きも伸び伸びと大きく一本一本をしっかりと引いております。1200メートル、日本はアメリカに並行しようとスパートします。差が次第に詰まっていきます。しかしアメリカもややピッチを上げてこれに応じます。一進一退のまま1500メートルにかかります。1500メートルを過ぎてアメリカは日本を振り切ろうと一気にピッチを40に上げました。逆に日本は力尽きたのか激しく差がついてきます。全てをこのレースにかけた日本代表のエイトクルーが最後の力を振り絞って力走します。アメリカはそのまま余裕を持って日本を寄せつけず3挺身の差でゴールイン。選抜クルーを編成してから丸1年、最後までベストを尽くしよく戦った日本のエイトに観客は惜しみない拍手を送りました。